こう言われました。華やかなデビュー戦を用意してあげるから。おお、そりゃそうやろ。ドライチやぞ。初登場、日本代表にも選ばれ超人の愛称で親しまれた元阪神タイガース糸井嘉男さん。中村のりさん。あー、のりさん怖そうですね。あの当時にあんなちゃんと金髪なんやと思って。金髪。最後の近鉄戦士と呼ばれゴールデングラブ賞4度獲得、坂口智隆さん。大谷君が入ってきて挨拶はしました、はい、ただその3日後に僕トレードで。お二人と一緒に野球尽くしの楽しい1時間、早速行ってみましょう。さあ今夜も開幕、ダグアウトプレーボール。さあ始まりました、ダグアウト。この番組はプロ野球の OB そして現役選手を招いて、野球の試合がある日もそしてない日も楽しんじゃおうという野球トークバラエティーです。今日はあの関西色の強いお二人に来ていただいたんですけれども。関西色の強い。それは何いけないこと。いや、いいこと。いや、さっきご挨拶伺った時に、あのお二人ともベージュで衣装揃ってますねって言ったの、糸井さんが東京って言ったらベージュやろみたいな。何年ベージュ、何のイメージですか東京の。東京買ってすぐベージュ買いましょう。そうやろ。そうですね、どういうことですか。東京イコールベージュって聞いたことないです俺。まあね、もう意気投合してるの、元々チームメイトになりました。年齢はどうなんですか。年齢は僕の方が上ですね。3つです、はい、じゃあ糸井さんが先輩。大先輩です。大先輩、はい、でもヨッピーって言ってくる。あだ名ですか、はい、ヨッピー。もう僕がトレードでオリックス行った時もヨッピーっていきなり落ちたです。すいません。落ちたで。でも大のじゃあ仲良しですね。もうそうですね、仲良しです。はい、でも先輩なんで緊張しますけど。いや、してないでしょ。してないでしょ。糸井さんの移籍を機に2人は2013年から2年間オリックスでチームメイトに。酸いも甘いも噛み分けた現役当時の裏話が次々と飛び出します。現役の時よりデカなってますよね。そう、確実に。現役よりもやってんすか。ちょっとね、やってて路頭に迷ってるんですよ今。やりすぎちゃってぜ。どっちに行こうかな。どっちとどっちが。今ちょうど狭間なんですよ。このこっち行ったらもう多分服入らない、もうスウェットしか着られへんような人になるんですけど、今ちょっとどっちかなーいうところですね。どっちって何ですか。どっちとどっちなんですか。いや、もうムキムキ行くか、ガチか行くか、まあちょっとまあいい体で、まあこう服とかもまだおしゃれなの着れるみたいな。透けすぎるとね、やっぱこういうのも入らなくなるんでね。毎回スーツをオーダーしてますもんね。そう、スーツをオーダーして来た頃には入らへん。そうなんすね。で、めっちゃ損してんのになんか嬉しいみたいな。でかなってるからなんか嬉しいみたいな。入ったら嫌や言うてるんで。今度みんなでやりましょう。飲みに行きましょうのテンションで。本当に聞きましょう。ではまずはこちらです、球界あれこれ話。ここからはゲストの現役時代の秘蔵トークや最近の球界ニュースについてあれこれ深掘りしていきます。さらに今回はトークテーマからゲストの球界相関図を作成。果たしてどんな話から相関図が完成するのか。まずは糸井さんに、はい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 、ライバルっていらっしゃいましたかっていうことを聞いたんですけれども。ライバル、もちろんいましたよ。え、どなたですか。うん、それは野球界ですか。え、ちょっと待ってください。まさか野球以外にライバルいらっしゃったんですか。このフィジカル的なこう男としてのライバルはやっぱ室伏広治さんですね。もう野球界の話じゃないですよ。話が技術も必要ですけどフィジカルがね大事だって僕思ってたんで、ずっと野球やってて、そう考えるとやっぱりどう考えても室伏さんですね。どう考えても、どう考えても室伏広治さんですね。それはやっぱ肉体的なものですか。もやし、はい、結果もそうですし、結果は日本人でやっぱねパワーで世界で戦っててトップになられた方なんでね。じゃあ野球界にはいなかったんですか。じゃあで、あと吉田正尚選手が直々に手紙を送ってトレーニング見せてくださいって言った方なんですよ、やっぱりね。室伏さんの話めっちゃ
あれ知らず。ダグアウトやったっけこれ。そうそうそう。ダグアウト。呼んでこれ。ちなみにこのコーナーの9回あれこれ話してて。いやでもやっぱり通じるじゃないですか。マサタカがこう言ってる方でも。そうですね。はい、やっぱり日ハムの去年のキャンプにも室伏広治さんが行かれて、10人ぐらいをこう引っ張って余裕で勝ったみたいなね。すごいですよね。ああいうのに憧れちゃうんですね。その現役の時に、はい、その他の選手を見て あいついいなとかっていうのはいなかったですか。でもやっぱ大谷君にはやっぱりね、もうちょっと語れへんなと思ったことばっかりでしたね。さあ、はい、ビジターで行くじゃないですか、はい、バッティング練習してるんですよ、はい、僕らビジターだから先に練習してるんで、はい、もう常僕ら口開けてこうやってましたもんね。みんな見に行くんですよ。拍手しそうになりますね。なるな、あれ。今年のほら WBC のバンデリンでみんなやっぱ侍ジャパンの選手がもうああなるですもんね。もうなんか少年のような顔して見てるじゃないですか。3試合ああなります、アップ中。大谷選手ってもちろん全部すごいですけど、糸井さんがこの羨ましいなとか、はい、やっぱすごいなって思うところってどこですか。イケメン。そこですか。顔ですか。ここですか。顔スタイルいい、はい、良くないですか。いいですよ。全て金揃えてないですか。野球の技術じゃなくて、ね、技術はもうそれはもう大前提になりますよ。それはもうあんだけ飛ばして100マイル投げて僕らじゃ考えられない人なんでね。当然面識あるんですよね。あ、大谷です、よろしくお願いしますっていう、僕ルーキーの時に、はい、僕まだ日ハムやったんですけど、1月合同自主トレがあるんですけど、はい、そこで大谷君が入ってきて挨拶はしました、はい、ただその3日後に僕トレードで3日後ですか。3日後に僕が挨拶行ってますから。グッチよろしくって、よろしくお願いしますって。そうそうそう、ほんまの話だから。野球ファンも驚きましたから。いやもう糸井さんが飛ばしたかった時ね、その10倍驚きましたから。だってキャンプ前なんで。そうですよね。荷物送ってもらった、西山の名護に送ってた。そっちの口にね、はい、荷物それは急遽宮古島にまた送られた。では坂口さんはライバルっていらっしゃいました。難しいんですけど、まあ、糸井さんかなと思います。糸井さん、ヨッピーかな、ヨッピーがライバル、はい、どういう面でですか。やっぱシルエットかっこよくないですか。かっこいい。肩幅。肩幅すごいもんね。僕もこう狭い方ではなかったんですけど、まあユニフォーム着た姿ってすごいなんか大事にしてて。グッチもかっこいいですよね。めちゃくちゃこのガンガンってなってるじゃないですか。冷蔵庫みたいな。トイレのマットみたいな。あれがなんかユニフォーム一番似合うんですよ。長いズボン履いても似合うし、上げても似合うしっていうのが羨ましくて。プレー言えよ。全然プレーの話は出てませんね。でも日ハムの時からかっこいいなと思ってたんで、でオリックスの人とかと言ったりして、はい、こうユニフォームの似合う姿になりたいみたいな、はい、ただそれだけでなんかウエイトトレーニングとかもしたような気がします。憧れてますね。ちょっとだけね。憧れてますね。すぐ飽きるんで。だから憧れ、ライバルというよりは憧れに羨ましいなっていう感じですね。初めて聞いたです。初めてですか。かっこいいんですよ。そう思ってたらしいですよ。いや僕らは新庄さんがいましたから。あー、もうなるほど。ここの絞り1センチとかもうすごい細かい方なんで、足太いから走りたくないって言いますよね。新庄さんね、そのルーキーから僕ら見せられてたんで。まあ膝も行きましたし、格好は大事にせらん。歯も白くしてたし。当時の日ハムのこの若い連中らも全員ね、新庄イズムっていうのはユニフォームパツパツなんですよ。そんなにみんな憧れてたんですね。かっこよかったですね。めちゃくちゃいい匂いしましたし、ロッカーでも。パリーグって個性出さな。そうです。見られないんですよ、やっぱセリーグと違って。テレビなかったですもんね、あんまり。はい、そうですか。二人とも両方経験されてるから、やっぱりセパの違いっていうのは、うん、セリーグはね、特に阪神なんか何もせんでも、ね、カメラの数すごないですか。あ、なるほど、うん、パリーグはやっぱアピールしないと、ね、アピールしないと映らないし、個性だ、名前も出ないんです。そんな違うもんですか。はい、違いますね。へえ。すごくなんかいい先輩後輩なイメージありますけど、ね、怖かった先輩っていらっしゃいますか。コーチで、はい、あの、はいはい、V シネマも出てる方なんで。すごくなんかいい先輩後輩なイメージありますけど、ね、怖かった先輩っていらっしゃいますか。
僕は北川さんってあの笑顔が素敵な今はもう僕同じ兵庫県出身で優しくて仲良ししてもらってるんですけど、入った当初はもっと優しいんかなと思ったら怖かったですよ。全然イメージわかん、全然わからないです。僕もテレビで見てあの笑顔を想像して入ったら、やっぱこう僕らが若いんでルールとかもわかんないんで、そりゃほんまに怖いね。怖かったっすね。マジでスマイルがやっぱりな、そうです、スマイルやから怖いかもしれないですけど、あるな逆に結構真剣わーとかじゃなくて、こうあれはこうやっとかなあかんぞっていうのが新入りの時は怖く感じたんで、その印象がすごい。若手の教育係ってわけじゃないんですよね。違います、なんか気づいたことを教えてくれてるんですけど、それがなんか新人の時はバリバリレギュラーでやってた方なんで、喋ることもないじゃないですか。当時の近鉄の話、坂口しかもう喋れてないね。最後すごかったですから、中村のりさんとか、磯部さん、のりさん怖そうですね、はい、最初大村さんがいたり、金髪ですからね。うわーと思って、うわー金髪さんこの人って、今流行ってるじゃないですか、はい、あの当時にあんなちゃんと金髪なんやと思って金髪茶髪じゃないですよ、金髪すごかったです。やっぱしかもこうベテランでレギュラーってキャンプとかも少しこう早く終わったりするんですけど、はいはいはい、この時の帰っていくのりさん、磯部さん、タフィーローズ、バリバリ関西弁喋るし、本当に、お疲れさんとか言って帰っていくんですよ。すごい。どれもなんか、どうなってんねやろみたいな新人の時は。すごいですね、メンバーが。すごいですね。濃いですね。でかいし、あの優勝メンバーです。そうです。えぐい。見たらもう大村さん、大村さんバリ怖かったです。いや怖いんだ。見た目も怖いけど。喋ったらめちゃくちゃ優しい人なんですけど、喋るまでが多分2、3週間かかるぐらい怖かったです。ちょっと人見知りみたいな感じ。そうですね、こう向こうからじゃなくてこっちから行かないとこう喋ってくれないですけど、同じ兵庫県で挨拶行くのに多分2週間ぐらいかかってます、今日は会ってないふりしようとか気づかないふりしてる。そうそうそうすごいな、近鉄。土井さんってなんかあんまりいなさそうですけど、怖い先輩って言いました。まあ、オリックス行ってからの、3年目かな、はい、高知で、はい、あの高橋よしひこさん、これもう怖いでしょ。歩き方怖いですもんね、もうなんかこういう感じで来るから。ホットモットであれ周期練習かな、はい、俺なんか六花生理って言ったんや、足音聞こえてきてたな、スカーフ巻いてグラサンして廊下歩いてる人で、誰やねんこのおっさん、ならよしひこさんでコーチになられてね、あの秋のキャンプ見に行くる、はいはい、めっちゃいかつ思ってまあやっぱりね、でも V シネマも出てる数なんですよ、吉子さんは。吉子さんやっぱ見ても本気ですもんね。本気やから、まあちょっとビビってましたね。実際でも怖いんですか。稲葉さんとかがこうロッテ戦行くとすごい挨拶してたんですよ、よろしくお願いします、はい、みたいな、あの稲葉、僕らがさしたら稲葉さん、はいはい、誰みたいな、あの稲葉さんがみたいな、そんなペコペコするんだ、ペコペコ言ってるやん。糸井さんにこうなんか打撃のこととかいろいろ言ってくるってやつですか。その前の年、僕初めてこう3割打てなかった年だったので、はい、逆にこういろいろ変えたいなと思ってた年だったので、ちょうどその時に吉彦さん来られて、はいろいろ教えてもらいましたね。また新たな発見もありましたし、いい面もたくさんあったと。いい面だけがありました面じゃないですよ、ね、今の面は明らかに吉彦さんに言いました。いや本当にそうなんですよ。僕も復活したいっていう気持ちを伝えましたし、はい、お二方ともこういろんな球団経験されてるじゃないですか、うん、はい、そうすると、まあ、いろんなその指導者もいらっしゃったりとかもすると思うんですけど、チームによってやっぱり規律とかもこう違ったりするんですか。あ、違います。僕ヤクルト行く時、ヒゲと茶髪だけはやめてくれって言われたんですよ。そうなんですか。で行ったらみんなヒゲと茶髪こっち騙されるの。いやいや、社長が言ってるからってそってって黒くして、でパーマもやめろって言われたんですけど、僕天然パーマなんで、だからパーマはやめれませんって言ってちゃんと言ってね、会計してキャンプ行きましたって言ったら、まずこうみんな
引き返してた、はい、ええやん、その嘘の情報は何だったんですか、それ。いや、なんか一応球団としてはあるけどみたいな感じなんですよ。みんななんとなく守ってないみたいな。そうです、規律違反ばっかりです教えんねんって言われて、あ、そんなのあるんですね。一応糸井さんはありました、3球団行かれて。でも一番緩かったのはオリックスですか、ね、あ、そうですか。緩いっていうか、もう何でもあり、縛りあんまりない、何でもあり、自由なんですか、はい、結構罰金でも何でもあり、何でもあるんです、任せで、はい、もうお前ら目立ってこい負けてもええから目立ってこい負けたでしょその雰囲気がこう昨今の強さっていうのはありますか、オリックスは。もう僕らが土台を作ってるんで、ね、そうですね本当にそうかもしれませんね、それはね。暗黒時代って呼ばれてますからオリックスのそれを支えたもう男たちっていうことで、まあ、でもやっぱセ・リーグパ・リーグでちょっと違うですね。タイガースはそれこそ結構厳しくないんですか、うん、まあ、人気球団ともなると、まあ、ある程度はやっぱり、ある程度は、うん、いや例えば糸井さんぐらいのキャラクター持ってると、はい、なんか試合後とかオフで、はいはい、なんか女性変な発言しないでよとかそういう球団から言われないですか変なこと言わないでよとか言われますやっぱりやっぱり僕だけだと思うパ・リーグだと記事にならないですからね、あんまり僕らの時は。何を言ったって、そうなんですよ。そう、関西地区ではさすがになりますよね。でもいや、もう阪神勝利、そうですよね、あんまならなかった。今はなりますけど、はい、やっぱその時代支えてきてます ね、その時代支えてます ね、このお二人は土台がね大事ですから。何が違います、足腰が違います、はい、もうね、土台が大事ですから。ビールかけ俺ら呼ばなあかん土台やね、土台やぞ、あの時のおかげですねでも3連覇ですからね、すごい強いですね、本当すごいですね。土台といえば、まあ、糸井さんの一番の土台、筋肉だと思うんですけど、うん、筋肉に関しての師匠っていらっしゃいますか、筋肉の。それは僕の中ではダルビッシュですね。これはちょっと真面目に言いますけど、これもか、これもダルビッシュですね。ダルビッシュ投手から筋トレを教わったというか、糸井さん筋肉は嘘つきませんって言われたんです。そうなんだあいつ嘘つかないんだみたいな、筋肉は嘘つきませんよっていう。そっからですね、もうほんまにトレーニングの知識もね、あいつめっちゃ知っててやってたんで、うん、である年にこのヒョロヒョロから結構ついて、もうほんまに無双状態になったやんな、はい、ダルビッシュ。めちゃくちゃ大きくなったっす、ね、もう大きくなってから絶対的なエースになったじゃないですか、はい、それ見てるんでやっぱり筋肉嘘つけへんな思ってさらにやったんですか、さらに昔はなんか筋肉つきすぎるとあんまりみたいな、ちょっとありましたよね、はい、風潮が、はいはいはい、あ、そんな時代じゃないんだっていうことに気づいたわけですか。そうですね、嘘つかないんで。実際嘘つかなかったですね。もうつかない、全然つけへん、信じてるよ筋肉は信じてる。今どのくらいされるんですか。今も結構僕行くんですけど、行ける時に、はい、現役の時は毎日ですか。いやいやいや、そう、現役の方がやってないです。やっぱりシーズン中はあんまりやると疲れもたまりますし、はい、ある程度刺激入れるぐらいなんですけど、今はもう別に筋肉痛になっても別に次の日打たんでもいいし、はい、確かに動かんでいいですからね。むしろじゃあ現役の時より追い込んでるんですよ今。そうですね、まあ最初も言いましたけどちょっと路頭に迷ってますどっちに近い、どっちか今ちょっとどっちや、そろそろダルビッシュさんに相談じゃないかどうしましょうか。坂口さんはいらっしゃいますか、はい、その筋肉の師匠みたいな。筋肉僕そんなガツガツやる方じゃなかったので。トレーニングの師匠みたいな、はい、師匠は結構でも打ち込む方やったもん。そうですね、めっちゃ打ち込む。それこそもう当時近鉄で教えられたことがそのままかもしれないです、はい、バット振る筋肉はバット振れみたいな。ああ、なるほど、はい、その筋肉はそれでつけるんですね。そうです、だ今こんなにね、いろいろこう理論とかがある中で、はいはい、もうその時代に反してるかもしれないですけど、それが大きかったですね、うん、あとはなんか田口さんとかはオリックスのコーチやられてるとかはもう四足歩行とか、なんかこう四足で走るんですよ。走る、もう本当にボワーって走るんですとか、いや、あの獣みたいな走るんですか。自分の体を自由に、赤ちゃんに戻れっていう。だからいかに自分の体を自分で扱えるようにするかってこと。そうです、そうです。だからウォーミングアップなしでいきなり階段10本行ったりとか、だからそういうトレーニングが多かったですね。それでも赤ちゃんとか子供はなんで全力でいきなり走れるのかとかを追求してた方なんで。
僕自身がそこについて調べることはなかったんですけど、ひたすらついていくだけっていう。わかりましたっつってやってみたんですか、が良かったかもしれないです。実際良かったんですか。わかんないです良かった良かったです、良かった、はい、それで長いことできたので。田口さんって結構面白い理論を考えて やられる方なんですね。面白かったです、勉強になりましたね。